プロ野球全国5つの独立リーグの頂点を決めるグランドチャンピオンシップの決勝が今日小山運動公園野球場で行われ、栃木ゴールデンブレーブスがシナノグランセローズと対戦しました。日本独立リーググランドチャンピオンシップ2024、勝てば栃木ゴールデンブレーブス初の日本一です。日本一に向けて皆さん頑張りましょう。まあ、シーズンちょっと残念な結果だったので、まあ最後の試合になるんで元気いっぱい頑張ってもらいたいと思います。優勝を目指して頑張ってください。勝てば両チームとも初の日本一。ルートイン BC リーグ勢の顔合わせで今季リーグ最下位に沈んだ栃木は開催県枠で出場し快進撃、下克上を狙います。対する信濃はリーグ2位で、栃木は今季信濃に対して勝利を挙げていません。先発は栃木が宇都宮市出身の入江空、信濃は元オール足利クラブの足立正彦。初回は両投手ともに三者凡退に抑えます。しかし2回表、栃木の入江は2アウト満塁で信濃の9番田島にタイムリーを浴び2点を失います。栃木は3回から継投に入りましたが、信濃の3番松井の2打席連続ホームランなどで5回までに9点を失います。栃木は信濃の投手陣に抑えられ、7回終了時点で7点差以上がついたため規定によりコールドゲームが成立、下克上での日本一とはなりませんでした。こういう負け方したっていうのも、一つ経験にはなりましたし、たくさんこう学びがあったこの大会になったかなと思います。なんとか今日一矢報いたいところではあったんですけれども、やっぱ選手たちはもう力を出し尽くしたと思いますし、やっぱここでの力の差っていうところを今後にしっかり生かしていければなと思います。はい。